稲葉治は、日本の政治家、衆議院議員、法学博士、文部大臣、法務大臣を歴任。兄の稲葉圭介も政治家で、衆議院議員だった。長男は、元衆議院議員の稲葉山と、1909年11月19日、新潟県村上市に生まれる。村上中学、旧西山形高校といずれの学校でも、 いわば武勇伝での中途大学を経て、1936年、中央大学法学部独法学科を卒業。1940年中央大学大学院を修了。1945年中央大学教授に就任。憲法や行政法を講じていた。1962年法学博士号を取得。1947年の第23回衆議院議員総選挙に、 民主党公認で、旧新潟2区から立候補するも落選。1949年の第24回衆議院議員総選挙で、初当選。以後、当選14回。改新党で立候補した1952年の第25回衆議院議員総選挙で、落選したが、1953年の第26回衆議院議員総選挙で、国政復帰。その後日本民主党を経て、 自由民主党に参加。自民党では河野派中曽根派に所属。自民党憲法調査会長として、会見を党の方針とする談話を発表した。第一次、田中角栄内閣で、文部大臣、三木武雄内閣で、法務大臣を歴任。当初、三木首相は坂田道太を法相に、稲葉を防衛庁長官に当てるつもりだったが、腰の曲がった稲葉が、 防衛庁長官では、見栄えが悪いと、松野雷蔵が幹に進言したために、坂田が防衛庁長官に就任した。法相在任中の1975年5月3日に、自主憲法制定の国民会議で、日本国憲法は、月間憲法と発言して、当時主流の五憲派の球団を受ける。同年に、日本赤軍によるクアラルンプール事件が発生して、 国中同士の釈放を要求された際には、三木内閣の関係大臣の協議の結果として、釈放に応じることになり、法務大臣として、不世間検事総長に検察庁法第14条が、巡用される形で指揮権が発動され、5人のメンバーが情報機的措置で釈放された。1976年に、ロッキード事件が発覚。報として、新聞のインタビューで、 これまで逮捕した連中は相撲に例えれば重量か、前頭。これからどんどん高取り組みが見られる。捜査は、奥の奥まで神棚の中までやるとコメントを残し、7月27日に、検察首脳会議で決定された、田中閣営逮捕を許可した。この稲葉の姿勢に対して田中派は、猛反発し、それを受けて稲葉も会議図の坂への立場を固めることになった。一方で、 ロッキード事件を受け、国会で報奨として、質問を受けるようになると、野党議員を皮肉った方言をなどを繰り返した。三木首相が注意すると語ったことを踏まえ、野党側がどのような注意を受けたかを問いただされると、全然の一言で片付けるなど、稲葉説と呼ばれたやりとりで押し切った。大平正義内閣時には、三木、福田武を中曽根の三歩提携に動き、 大隅連合と鋭く対立した。1980年のハプニング解散でも所属する中曽根派の意向に反して中尾栄一と共に反主流派の太平内閣不信任決議欠席に同調したが第36回衆議院議員総選挙で落選の浮き目に遭う。1983年の第37回衆議院議員総選挙で国政復帰。 1990年衆議院解散に伴い議員引退。釣り、相撲好きで日本相撲協会から壊れて横綱審議委員会委員を務めた。横綱審議委員会委員時代の1986年7月場所後、日本相撲協会から北尾工事の横綱昇進を問う審議が行われた。他の委員は昇進に賛成したものの稲葉だけは横綱に求められる。 心、技、体のうち、北尾は体だけしか持っていない。技は点数にするなら、せいぜい3、4点程度しかなく、心は0点だ。北尾は1回も優勝していない。優勝してから横綱に上げても遅くはない。体は文句なしだが、精神面に甘さがあると主張して最後まで昇進に反対したことで知られる。その稲葉の見立ては、1987年暮れに、 発生した総歯黒廃業騒動で証明される形となった。囲碁好きでも知られ、藤沢秀幸後援会会長だった。1972年に大倉吉治郎賞を受賞。皮肉屋で歯に衣着せぬ発言でも知られた。親の地盤を継ぐ世襲議員が増えてきた状況について、正解は養殖の鮎がうようよ泳いでいるようになって、しまったと表現してみせたこともある。 法省在任中に大久保清の死刑執行を命令したことでも知られている。稲葉が法省を務めた時期は、その前後の法務大臣と比較して、死刑の執行数が増加した。さらに、一桁執行の傾向を示す1972年以降で、2年連続で二桁執行を行った法務大臣は稲葉治のみである。また断念で見た場合、 一度に23人の死刑、執行命令書に署名した、田中井三次より少なく、昭和前期並みである。1992年8月15日、老人性肺炎と心不全のため死去。去年82、稲葉治む改装録20ページ。藤原明、吉田博士、伊藤悟る、天皇の昭和史202ページ。相変わらず、稲葉武士首相から注意一言。 全円前、朝日新聞1976年8月4日、夕刊三番七面北は重量優勝と、序の口優勝を、各一回果たしているが横綱昇進には全く、関係なく、幕内最高優勝が、連覇どころか一度もない状態のまま昇進させる点が、不審だと考えたのである。総う黒以前にも、 優勝経験なしで横綱へ上がった例として1923年の西の海か二郎、1942年のテルクに一万、倉があった。西の海と総ハグロの場合、その当時いずれも横綱が一人だけで、番付上のバランスからもう一人の横綱を求めるという権威があった。服部トリとシが、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧4ページ。 ありがとうございます。